死んだらどうなるのか、自殺したらどうなるのかというご質問です。具体的には、上祐さんは死んだらどうなると思いますか、また自殺した場合どういうことになると思いますか。これは死んだらどうなるっていうのは、その皆さんの周りのことではなくて、おそらく死後の世界があるとかないとか、その死後の意識のことではないかなと思うんですね。で、それについて今確実なことを知ってる人は誰もいません。死後の世界があるない、そして生まれ変わりがあるない、それに関してはその科学者がいろいろ研究をしています。例えば臨死体験という実際の死ではないんですが、死に非常に近い体験をした人ですね。例えば心臓の手術で一時的な仮死状態っていうんですか、それになったとか、ね、そういった方々が、その状況で自分の体から出てしまって、で、あの世みたいなのを体験して戻ってきた。これがいわゆる臨死体験、ニアデスエクスペリエンスと言われて、その死後の意識とか、その体外の意識とか、そういった話になると、必ず科学的研究の話題に、対象になるということですね。また、その若い子とか、自分の前生ですね、自分の前生を覚えているといういくつかの事例があります。前生を記憶する子供たちですね。前生ってことがあるってことは、その死後生まれ変わりがあるということだ、まあ、そういうことで、調べている、人たちもいます。でも結論は出ていません。あるかないかわからないし、あるとしてもどんな形であるかはわからないということになります。その中で一つ面白い興味深い研究としては、自殺した場合はどうなるかということです。不慮の事故や病気、その他によってニアデスエクスペリエンス、臨死体験をした人とは異なって、自殺によって臨死体験をした人、ね、自殺によって自殺未遂に終わって、でも要するに、まあ、心肺停止とかね、そういった形でニアデス状態になっている、この時のその人の体験はあまりよろしくないということが研究結果で分かっています。分かりやすく言いますと、その不慮の事故その他でですね、ニアデスエクスペリエンスをすると、ないしは仏教の修行でね、それと近い仮死状態サマディに入ってニアデスエクスペリエンスをすると、そうするとその光を見て、例えばイエス様が出てきたとかね、それから自分の愛してきた人が出てきたとかね、結構良い体験をする時もあるが、自殺未遂の人がするニアデスエクスペリエンスは総じて暗いものであることが多いということです。まあ詳しくはですね、その辺の文献を調べていただきたいんですが、私の早稲田大学時代の知り合いに、実はディベートの先生もでもあるアメリカ人の方います。カール・ベッカーさんという、今はどっか大学の教授さんだと思います。彼はこのニアデスエクスペリエンス、これの研究もし、そして同時にですね、自殺予防の努力もしています。どうして予防するのか、自殺を考えている人にこのニアデスエクスペリエンス、自殺未遂者のニアデスエクスペリエンスの話をすると、自殺を思いとどまることが多いです。自殺した場合のあるいは悪いんだと、その証明はできません。ただ可能性はあるんですね。その臨死体験が本当に自殺を完成させてしまった人にも当てはまるような体験であれば、自殺イコール不快な来世だということになるから、それでこの臨死体験の研究を活用して自殺を予防する、そういった努力、試み、これが有効であると彼は報告しています。まあ、この点に関してはその科学的な事実なんでね、お伝えすることができるかなと思う。ですからまあそういった意味ではね、自殺してもし来世があったら不快な来世になるかもしれない。少なくともそういう可能性があるということを踏まえて、なるべく自殺せずに前向きに生きていけるように、まあ、工夫していくと、知を磨いていく、
ことが必要かなと私は思っています。